より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。今回はこの季節使うことが多い日焼け止め、それもサンゴに優しい日焼け止めを紹介します。沖縄に来て海で遊ぶ人が、あ、こういう商品使いたいなって思ってもらえるということが一番目標かな。金城幸乃さん、サンゴに優しい日焼け止めを開発し販売を行っています。商品が生まれるきっかけとなったのは、座間味島で日焼け止めを塗ってシュノーケルに出かけた際、同行したダイバーにサンゴが死んでしまうと言われたことからでした。その一言から研究を重ね、サンゴに悪いと言われる成分やその懸念がある成分を含まない素材で日焼け止めを作り、2017年から販売しています。たかが日焼け止めじゃんっていう話もあると思うんですよ。で、そうなんですよ、もうたかが日焼け止めなんですね。なので、じゃあもっとこれも悪いんじゃないのとか、あれも悪いんじゃないのとか、踏みつけするのが悪いんじゃないのとか、特にやっぱ話題になって踏みつけもしたらダメだよねっていうのとかも広まるの、すごい大事だなと思ってます。ふるさとの海を守りたいという思いから生まれたサンゴに優しい日焼け止め。これらの活動はあらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減するという SDGs の目標につながっています。時代が SDGs っていうもののおかげで、興味を持ってくれる方が増えたと思います。ありがたいSDGs をきっかけに、なんか多分話しにくかったこととかもきっと話しやすくなってきたのかなと思うんですね。なので、いい流れだなっていうのは思います。